皆さんこんばんは、キーチャンネルです。本日はこちらのお店、茨城県結城市にありますラーメン味噌人さんにやってまいりました。ありました、奈良ちゃん知って、はい、味噌人さんいつもありがとうございます。さあ、ななみちゃんとメニュー紹介といきましょう。こちらはまた今年もやってきました、期間限定の花ワン麺。こんばんは、今日は味噌人さんに来てます。なんともう今年でね、味噌人さんはなんと25周年。じゃーん、味噌人シールいただきました、すごい。しかも今日ね、偶然にもお隣に、このシールを作ってくださったシルキーさんという方がいらっしゃいます。ご縁に感謝、おめでとうございます。今日はね、ななみちゃんが、ママが以前食べた花ワン麺を食べます。そしてパパは激辛たっぱいの花ワンタンペン、楽しみだね。ハローです、はい、ということでございます。ではお楽しみに、バイバーイ。ラーメン味噌人のステッカーゲットすることができました、やったー。さあ、やってきました、パパが注文した花ワン麺麺増し、辛さしかも3倍、チャーシュー増しです。大きなすり鉢に入ったこの麺、バラ型の綺麗なチャーシューとこの辛そうな辛味玉が3つもきました。まずはそのままシンプルに花ワン麺の美味しさをいただいております。麺増しにしたらすり鉢できたので大きさにびっくりしました。毎回思いますが、このバラの形に見立てたチャーシュー、とっても素敵です。こちらの花ワン麺は期間限定ですので、お早めにどうぞ。麺はつるつるもっちもち、ワンタンとラーメンの融合した麺です。とっても喉越しがいいんです。以前の味噌人さんの動画もぜひご覧くださいね。Thank you.
ここでななみちゃん注文の花わん麺やってまいりました。こちらの花わん麺は桜の花びら型のかまぼこがかわいい、そして水菜やもやし、玉ねぎなど野菜もたっぷりです。鶏と豚の塩と醤油のダブルスープのこの贅沢な感じ。麺はなんと磯谷商店さん特注のワンタンとラーメンの麺を合わせたオリジナルの麺です。さあお先に私からいただいちゃいます。ここで私の濃厚芳醇味噌ラーメンチャーシュートッピングがやってまいりました。辛味噌は店主様のサービスです。ありがとうございます。芳醇な魚介の香りを北海道の赤味噌に練り込んだ濃厚なスープになっております。チャーシューもたっぷりと、磯谷商店の特注全粒粉入りの干し太麺です。チャーシュートッピングのこの麺すごく綺麗。いただきます。それにしても大きなぶりチャーシュー、中から熱々の麺が出てまいりました。魚介の香りがすごいです。濃厚、ちょっと待っただよパパ、もう3回一気に入れちゃったのかい。音声でななみちゃんがパパを気にしておりました。パパ口大丈夫？辛いラーメンを食べているパパ、私は香ばしく炙ったこの一本チャーシューにメロメロです。やばそう。
ワークちゃんが赤く染まっている。これ美味しい、美味しいだから。
しいところがあって、これも向かい聞いててほしいね。そうだけど量も少ない、そうだよね。パパすげえ。ここで花椀麺完食いたしました。さあ、こちらの芳醇味噌ラーメンも残りわずか、辛味噌は完食いたしました。本当にこのスープは濃厚で美味しい。そしてトッピングした大きなレアチャーシューもまだ残ってます。スープをまとわせてパクリ。本当に濃厚で美味しい。今日はスープまで飲み干しちゃいそうです。ここで最後もかき集めていただきます。さあ、具材も食べきり、ラストスープいただきます。はい、完食。美味しかった。ごちそうさまでした。皆さんこんにちは、ユッキーの娘のゆなみです。いつもユッキーチャンネルを見てくださってありがとうございます。SNS のフォローもお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。そして次回からの動画の更新は毎週金曜日夜8時からになります。次回もまた見てくださいね。それではまた会いましょう。バイバーイ。